ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年12月15日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。今日のお相手は私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。はい、今年最後の放送日となりました、はい、先月は秀蔵さんがね、よんどころない用事で、そうですね、お休みということで、なんとミュージー徳さんがね、はい、まあ、えっちゃん一人じゃ心細いし、もうあかんやろと、うん、まあ、特別に行ったるわって言って、はい、なんとね、ノーギャラでノーギャラで、ノーギャラで、はい、ノーギャラで出演してくださったんですよ、はい、本当にね、徳さんありがとうございました。ありがとうございます。もう日田蔵君には悪いですが、ですわ、はい、まあ、とても盛り上がりました。あ、やりやすいですよね。だって喋ってくださるんですもんそうですよね、本当に、はい、私考えなくていいというかね、うん、あの喋らなあかんことをこういっぱい書いてね、あの一応用意してるんですよ、うん、私もアホやから、もうね、言うこと余ってしもて。あ、そうですか、はい、あ、これがトークというものかみたいなね、うん、感じでしたけど、まあ、とりあえずね、あの徳さんはでも、あの水曜日のね、あの雰囲気を大事にしようって気遣ってくださっててね、はい、うん、あのもっともっとこう喋りたいというか、あ、もう神経臭いわと思ってらっしゃったと思うんですけど、あの私の話に合わせて喋ってくださいました、うん、ほんま優しいね、ということで徳さんのね、シャイな一面もちょっと見えましてね、あの徳さんファンの方にも、あの良かったのではないかと思っております。本当にありがとうございました。まあ、今日は秀蔵君帰ってきてくれたんでね、はい、いつも通りの雰囲気で、はい、ちょっと初めのクリスマスバージョンでということで、はい、あのキラキラとお送りしたいと思うので、はい、まあ、ここに今日はね、シャンパンとかワインとかございませんが、はい、秀蔵君と2人で、あの、はい、パーティー気分満載で、はい、行きたいと思うので、はい、ちょっとこう盛り上げてお願いします。最後まで聞いてください、はい、ということで、はい、じゃあ今日もメッセージを送っていただけたらね、とっても嬉しいです、はい、私たちにはね、本当に嬉しいクリスマスプレゼントになりますのでね、はい、放送中も受け付けれますので、どしどし送ってきてください。では秀蔵君からメールの送り先をお知らせさせていただきます。お願いします。はい、それではメール番号は99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。送ってきてください。あ、なんならプレゼント持ってきてくださるのもね、大歓迎でございますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、では今日の話題です。今日はもちろんクリスマスの話題でございます。はい、はい、じゃあね、クリスマスの話題、今日は2つ用意してきました。はい、1つは食べ物、食べ物、一つはもちろんね、はい、これ音楽番組なのでね、はい、音楽の話をしたいと思います。まあ、先にちょっと食べ物から言っとこうかな、はいはい、これはもうすごい簡単だと思うんですけど、なんでクリスマスにはチキンを食べるのかと。うん、で、ゾウ君はどんなぐらいのことまで思ってらっしゃるというか、知識としておありでございますでしょうか。ね、なんでチキンを食べると思います？知らないままずっといますね。あ、考えたこともない。いや、なんでやろうなで終わっ、なんでやろうなは思ってた、思ったままですね。おお、あ、じゃあなんでクリスマスチキンなのかなっていう疑問はあったってことですね。そうですね。うん、なるほど。じゃあその謎を今日私が、はい、僕には聞いてくださらないのか多分なんか天の声さん知ってはるような気がして、私ね、うん、なんでだろうなという疑問は一切思わず。え、どういうこと？そんなこと考えたこともなかった。当たり前と思ってた。そして、うん、そんな僕がテレビで答えを聞いた記憶があります。イエー、ほらほらほら、来た来た来たでも覚えてますか？忘れました。あれだからもともと興味がないから。あ、そっか、なんや、忘れちゃうんですね。言うほどの記憶もなかったんですね。はい、
あ、なるほど。なんか最初は鶏七面鳥じゃなかったみたいな話やったかな。うん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 、そんな感じだったような気がします。七面鳥さんは出場しますね。はい、はい、ではあ、でも チキン食べるの、まあ正月に餅食べるのと同じぐらいな感じで、そんなもんかと思ってたってことですね。うん、特に考えなかったですね。あ、じゃあほとんどの人はきっとそうなんですよ、うん、私もそうでしたもん。うん、でもあのもう年取ってからね、なんかなんでやろうって思うようになったんですよね、うん、偉い、はい、でいろいろ調べてて、これ今日調べたわけじゃなくて、ちょっと今日は深掘りをしてきましたけど、だいたいね、アメリカでは、まあ、アメリカ合衆の話なんですよ、はい、うん、だいたい12月25日はイエス・キリスト様のお誕生日ですよね。うん、だからアメリカの方って大体キリスト教徒さんが多いじゃないですか、うん、じゃ あの12月25日はね、キリストの誕生をお祝いする感謝をする日っていうことで、その日がクリスマス、そこまではみんな知ってるよね、はい、みんな知ってるよね。でそのお祝いに、まあ滋賀県やったらほらお祭りにサバ寿司作るとか、まあいろいろ風習あるじゃん、はいはい、でアメリカでは当時アメリカではね、あの七面鳥が意外といっぱいいたんですって、うん、で家畜に豚とかも飼ってらっしゃったんですけどね、それよりも七面鳥ってでっかいでしょ、うん、でっかいから一羽丸ごと焼いたらね、すごいたくさんの人が食べれたと、うんうん、昔ね、うん、じゃあちょっとでもたくさんの人がお祝い食べれた方がいいから、まあ、どっかで大きなブリをさばいてみんなで食べるみたいなもんじゃないの、うん、そんな勢いで七面鳥が使われてたっていうこと、アメリカはね。それアメリカだけなんですって。イギリスではローストビーフやし、スウェーデンは豚肉だったし、北欧では肉よりどっちかって魚をでお祝いするらしいですよ、うん、でも七面鳥日本にはおらんよね、うん、だから仕方なくじゃあ鳥っぽいもんってことで、まあチキンというか鶏になったってことですよ、うん、でこれはちょっとあの都市伝説なんですけどね、ケンタッキーフライドチキンが流行らせたっていう説もある、うん、あ、じゃあそんなに古くないんじゃないですか、ケンタッキー古くないらしいです、だからまあ、あのみんながね、みんながもうクリスマスになったらチキン買うみたいになったのは、うん、まあ上手にあのコマーシャルしたりとかして、うん、っていうので一般的にみんなが買うようになっちゃったっていう説もありということです、はい、だからまあ日本特有です、うん、ニワトリを食べるのは、はい、いやそんでいいんじゃないのって話ですよね。七面鳥いないですから、しょうがないし、七面鳥いないしね、はい、高いでしょう、もし食べようとしたら、だから多分高級なホテルとかのクリスマスディナーショーは七面鳥が出てると思います。お、はい、なるほどね。食べたことあります、なんかあんまり変わらなかったです。あんまり変わらないです、ね、はい、そんな横がじゃあもう別によくわかる、じゃあチキンで、じゃあフライドチキンでいいじゃん、はい、ケンタッキーフライドチキン美味しいよね。美味しいですね。あ、っていうのお母さんお好きですか。今でもたまに買ってしまいます。私もたまに食べたくなります。マクドナルドはもう食べなくなりましたけど、うん、あ、同じですね、はい、でもケンタッキーは食べたくなりますよね。たまに、はい、あのアピア行った時にね、うん、駐車場を降りたらね、あ、匂いしますもんね。あ、ちょっとこう体がそっちの方行くんですよね。わかるわかるわ。ひでぞくん唐揚げ好きなんし、ケンタッキーフライドチキン食べる？食べたくなりますよね。なりますよね、あれ中毒になるよね、はい、私はね、あの、あの胸バラのとこなんていうの、あのあばら骨の、はいはい、いっぱいついてる、はい、あの辺が好きです。選べないですよね。いや選べますよ。あ、これちょうだいと言ったらくれるんですか。あのできたらあばら骨のところが欲しいんですけどって言ったら入れてくれはる、うん、なんか希望は言った方がいいと思います。あれ美味しいですよね。そこは確かに美味しいです。で次の日にね、もう一回温めたらもう油ビチョーってなるけどそれがまた美味しいよねっていうことで、はい、テレビでやってあったんですけどね、あのケンタッキーフライドチキンの食べた骨、うん、3つぐらいを お湯に入れて、スープに、スープ、はい、美味しいらしいですね。あ、スープにする、あ、してあるんですか。します、はい、やったことないですけど、うん、なんかマツコさんの番組やったかな、はい、なんかでやってありました。あのお湯かけるだけよりやっぱりちょっと一煮立ちさせて、うん、でお塩をピピッと、あ、結構だし出ますね。最近ね、これあれを3つ言って買わないんですよね。あ、なんでいつもいくつ買うんですか。私は3ピース買います。もう今なんかセットになってるね。あ、そっか、なんかとなんかとなんかっていうのをよく買いますね。じゃああれですよね、あのマクドナルドの何やっけ、鳥、
ナゲット。ナゲット。チキンナゲットはどうですか？チキンナゲットは好きです。今売ってないんですけど、うん、チキンタツタです。チキンタツタガの方が好きでした。もう売ってないんですけど、たまにちょっとの期間復活したりするんですよ。あのパリパリ感がいいんですか？いや、チキンタツタはね、パンの生地が美味しかったんです。ああ、そっか。ちょっと違うパンでした。うなずいてるやん。ちょっと違う感じだね、確かに。ちょっと黄色っぽい、ね、分かる分かる。あのパンの生地とチキンとあのタルタルソースがね、絶妙やったんですね。皆さんいろいろありますね。うん、今チキンナゲットね、あの安、ちょっとサービス価格になってるでしょ。そうなんですか。30何個でいくつ。私それ一人で食べれます。ビールのあてにバッチリです。もうチキンが好きなんですね。チキン好きかもしれないですね。でも唐揚げは食べない。唐揚げも唐揚げによりますやん。やっぱ唐揚げに当たったことがないのかな。胸肉のもあるし、もも肉のもあるし、塩の味もあるし、醤油ベースもあるし。あ、そうか、塩の味があったらいいな、食べてみたいかな。塩売ってますよ、はい。あのなんかニンニクとかバキバキ効いてるっぽいやつがね、嫌なんです。あの味しかしないから。あ、すいません、こんな話で、はい、ということで、もともと七面鳥だったアメリカはね、はい、それが日本にはないからチキンになったということでした、はい。じゃあ次、歌の話もしたいんですが、これはまた後ほどということで、はいはい。じゃあ今日の1曲目をご紹介したいと思います。12月は申し訳ございませんがデジタルギャンズで行かせていただきます、はいはい。デジギャンです。なぜかというとデジギャンはなんかクリスマスっぽいんですよね、うん、私の中では。その音の作り方というか、シンタ君の声というか、なんかクリスマスパーティーっぽいというかね。なんかこうちょっとキラキラーっとした衣装を着てね、ガーってボーって歌ってるイメージがあって、12月はデジギャンを聴いていただけたらと思います。でも今日の持ってきた1曲目ね、ちょっと暗い曲かもしれないですけど、あの飲みすけの曲です。もう週末になったら飲んでまくってね、もうで後で反省するみたいな飲みすけあるあるの歌ですけど、ちょっと哀愁のこもったちょっと変調な面白い曲なので聴いてみてください。デジタルギャンズでサンディアフタヌーン。
シャープヒデゾンのコーナー、はい、今年ありがとうございます。今年のコーナーです。先月はこれをね、おしゃれに特のコーナーみたいになってたんですよね。じゃあヒデゾン君に、今日のコーナーなんですけれども、今日はクリスマス特集をしてるんだけど、はい、多分ヒデゾン君はクリスマスとかみんなで集まってパーティーするとかあんまり好きじゃないよっていうね、そっち系っぽいですよね。そうですよね、ね、はい、でもダメです。今日はクリスマスの話ですから参加していただきます、はいはい、そんな嫌いな中でもクリスマスの話をぜひしていただきたいと思います。今まで1回ぐらいはプレゼントをしたとかもらったとか、なんかそういう思い出話を1個はしてほしいなと思うんやけど、全くないですか？クリスマス、うん、クリスマスの思い出話を1個ぐらいなんかしてほしいな。ないですか？何もないですか？子供の時でもケーキ買ってもらったって言ってたじゃないですか。あ、そうですよね。クリスマスの曲がありますね、古くから。はいはいはい、清子の夜とかとか、うん、あの英語のね、はい、ジングルベルとか、うんうん、あれを聞くとね、うん、涙が出て、涙が出る。あ、でもね、分からん気はしない。ずっとなんですよ。分かるわ、なんか分からん気はない。もう小さい頃なんかはもう大泣きするぐらい、理由はないんですけどね、もう悲しくて悲しくてしょうがない。そう、すごい繊細なんよねなんか感じるもんがあったんよね、あの曲調に。なんでしょうね、なんやろう、トナカイさんがなんか虐待されてるみたいなイメージいや、もともと、まあ、ああいう例えば保育園とかね、うんうん、ああいったところが行きたくなかったんですよね。あ、そっか。だから、うん、余計そういうの聞くと、みんなでなんかお湯着替えしてるとか、そういうイメージがもう嫌になってくる、ね、悲しくなってくる。へえ、そっか。だから今でもちょっとな聞くと、なんとなく寂しくなるというかね。なるほどね。理由は知りません。はいはいはい。でも本当の意味のクリスマスの過ごし方に近いのかもしれない。本間はね。ああ。本当はだって、ああ、そうですね。ね、あの誕生日を静かにみんなでね、うん、お祈りするわけやから、うんうんうん。だからイブですよね。確かその家族で集まって。ああ、そっかそっか。じゃないのかな。どうやったっけ。あ、でも一番日本では盛り上がってるのはイブですよね。あれはだって夜に集まりたいだけのことじゃないのでもクリスマスって確かに秀作君言うようにちょっとキュンってするよね。そう、うん、曲もそうですもんね、うん、だいたい確かにそうだわ、うんうん、それはやっぱりこうなんか星にとか願いとかなんかそういうことが絡んでるからね、うんうん、そんな何も手放しで楽しいぞイエーイ行け行けっていうそういうことじゃないもんね、本来は ね, ね, ね本来はね、うんうん、まあ日本人はね、なんやかんやカッコつけてあの遊ぶネタをね探してるから、クリスマスはちょうど良かったんじゃないの、その、恋人を探している人たちとか ね,、うん、ね、あの家族で仲良くしたい人たちに持ってこいのイベントやったから、うんうんうん、そっちの方に発展したよね、うんうん、イルミネーションとか、美味しいワイン飲むとか ね, そうですね、ドレス着るとか、パーティーするとか、私ら全然関係ないななんか天の声さんパーティーとかねしてそうですね、高いブランデーとか飲んでそうですよね、うん、いや全然関係ないです。あっちゃはい、クリスマスイベントあんまりないですか？ないですね。そっか、はい、まあまあ1回か2回ぐらい誘われて行ったことあるかもしれませんけれども。どんなに行ったんですか？ちなみに覚えてないですねそっか、うん、なんか一緒にご飯食べに行った記憶はあんまりないし、うん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 、まあまあでも1回か2回ぐらいあったかもしれないですね。
でもなんか今日はクリスマスイブだわ、今日はクリスマスだわっていうことでちょっとクリスマスソングが流れててね、あのまあちっちゃいツリーでもあって、なんかそういうこうそういう空間自体は良くないですか。小学生の時はプレゼントをもらえることを楽しみにはしてました。サンタさんを信じてたんですもんね。信じてないんですけどあの、はい、当てにしてました。なるほど。でもねサンタさんね絶対いると思うんですよ、うん、信じてたらきっと来てくれると思うんですよね、うん、だから年取ってからサンタさんにお願い事は一応してるんですよ。へ、うん、ここ5年ぐらい同じお願い事をずっとしてるんですけど、うん、まだ来てくれない。煙突がないしかなとかね、可愛いことを考えてるんですけど、うち煙突あるけど、うん、あの天井と煙突の間に天井があるから入ってこれないですいわゆる屋根裏の空気循環のための煙突なんですよね。なるほどな入ってこれない。どっからでも自由に入ってくださいって玄関に書いておいたよねんな。そうですね、ピンポン鳴らしてって、うん、本当ですよね。なんやったら携帯でかけてって近くまで来たら電話番号変えとかだっけ。そうやねということで、ここのメンバーは誰もクリスマスを楽しんでいないという、はいまあ、いろんなね楽しみ方というか過ごし方ありますからね、うん、はい。じゃあ、はい、今年最後のヒデゾーの一曲に行きましょうか、はい、うん、紹介してください。はい、それでは聞いてください。ヒデゾーで無題。
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号八日市南高校前にあります。電話番号は074823-2233 074823-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、スポンサーからのお知らせ聞いていただきました。じゃあ後半頑張っていきましょう。はい、じゃあクリスマスの話題次。はい、音楽番組ですからね。はい、音楽の話しなあかんよね。じゃあクリスマスといえばの曲のことを話しましょう。はい、うん、定則も多分クリスマスはあんまり好きじゃなかったって言っても、クリスマスソングはいろいろねやっぱり聞いてると思うので、あの曲好きとかこの曲覚えてるとかきっとあると思うから、ついてきてね。はいお返事ナイスお返事合格まあ日本の、まあ、邦楽とね洋楽とあると思うんですけどね。はい、私が今日はちょっと選んできたので、あのそれに対してご意見をいただけるとか、うん、いやいやそれよりこれだよみたいなことをねお二人から聞いたら嬉しいかなと思います。じゃあまず邦楽からいきたいと思います。はい、まあ、邦楽の中で何と言っても誰でも知ってる、必ず流れてるといえば山下達郎さんのクリスマスイブだと思うんですけど、これに反対意見のある方まあないよねきっとね。あのきっと君は来ないやつです。はい、これ知ってる？知ってます。さすが知ってるな。知ってます、ギリギリ知ってます。どう好き派？あんまり好きじゃない？綺麗な曲やね。そうですよ、ね、悲しい。でも失恋したらもうクラクラ曲やん、よく聞いたらクラクラ曲やん、彼女来おへんねんでもきっと来ないねん。 CM の時は秀蔵くんは知ってんの？1988年にね JR 東海の CM ソングに起用されてるんですよ。あ、知ってるんや、うん、ね、あれを知ってる人はやっぱり皆さんこの曲ね、インパクトが大きいですよね。まあ、まあ毎年毎年間違いなくなってますね、うんうんうん、やっぱりいい曲はいい曲やと思います。だから秀蔵くん言った通りにね、やっぱりクリスマスの曲ってはちょっと悲しい方がいいのよ、うん、まあじゃあいけいけみたいなんてあんまりない、うん、あの売れてるやつにはね、うん、これもちょっと寂しいやん、雪降ってきます寒いです、君のこと待ってるけどきっと来ないけど、あ、ツリーも輝いてね、街はキラキラしてるみたいなね、なんかそういう感じがなんか日本では受けてるな、うん、だからまあちょっとじゃあこれがね、山下達郎クリスマスイブ、よかった文句出へんかって。じゃあ次は松任谷由実の恋人がサンタクロース知ってる？はい、恋人がサンタクロースやつ、本当はサンタクロース、ちょっともっと早言わなきゃけどね、つむじ風で吹いて、じゃあつむじ風で追い越して恋人がサンタクロース、背の高いサンタクロース私の家に来るっていうね。えっちゃんそれを待ってるんだよ。
えサンタクロース待ってるって言ってた。待ってんねん。でも私視座が低い方がいいかな。これは知ってますか。え、あ、今の人がサンタクロース聞いたことありますか。知ってます、うん、天の声さんもちろんご存知ですね、はい、知ってます。松任谷由実さんです、うん、はい、確かにこれもいい曲ですね。これもねよく歌われますよね、はい、カラオケとかでもよく歌われてるんじゃないかと思います。これはそんなに暗い歌ではないですね、うん、でもまあ恋人のことを歌ってる曲って感じですかね、うん、じゃあ次はちょっとこれはあの変化球でございますが、あの桑田佳祐さんの白い恋人たち、どうですか。コカ・コーラの CM で流れてるやつです。んこう桑田さんピアノ弾いてるやつです。知らないですか。天の声さんご存知ですか。はい、知ってます。これもね、あの歌詞にはね全くクリスマスと出てこないんですよ、うん、でも間違いなくクリスマスソングなんです。ん、はい、だからこれもちょっと寂しいです。うん、短い曲ですよね。はい、短くて寂しい曲ですね。これもコカ・コーラの CM でバンと来て、あ、結構みんな聴いてると思います、はいはい、私邦楽ではねベスト3はこの3つでした。それ以外に邦楽でこれ忘れたかんやろいのありますか。いやなかなか素晴らしい選曲だったと思いますね。あ、よかった、もう今私も今の天の声さんが言われそれが一番嬉しいわ。もうめっちゃ嬉しいわ。もうあとどうでもいいわ。まあちょっと落とすとね、大御所ばっかり選んでるし。ああ、なるほどね。まあまあ、あ、そっか、私若い人が分かんないんですよ。僕も分かんないんです、うん、今流行ってるのはねあると思います。きっとミーシャとか歌ってると思うけど分かんないんです。私聞いたら聞いたことあるよ。あのあれとかね、うん、クリスマス、あの、まあ、ちょっと出てこないですね。あ、なんちゅうちゃったっけ。はい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 、あいなんとかね、そうです、うんうん、もうちょっと僕らより若い人、ね、そうですね、若い人のやつはね歌はいいなと思うんやけど、その歌に対して何の思い出もないわけですよ、うん、あ、これ流れてる時あんなんしてたなとか、あ、せやせや東海 CM 流れてる時ちょうどあれやったなとか、うん、なんかそういうのがあんまりなくて、うん、全部でも CM ソングですね。そうですね、ほんまですよね、うん、だからやっぱり CM だとよく聞くんでしょうね、うんうん、そうですよね。今やったらね YouTube とか聞く、昔テレビで流れるしか聞きようがなかったからよく流れてたんでしょう、うん、はい、じゃ あの西洋の方に、西洋っていうか洋楽、洋楽に行きますね、はい、まあ一番私が思う中でスタンダードな古いやつといえばワムのラストクリスマスかなと、うん、思います。これも僕の年代ですわ、はい、まあ、僕は高校ぐらいですね。今のおじさんおばさんは誰でも知ってて、ヒデゾ君の年になるとやっぱり知らないんですね、うん、ちょっと古いと思います。ワム、うん、知らない。ワム、ワム、膨張がつくのよ。ジョージマイケルでしたっけ。そうかな、あの男前、すごい男前です、ね、歌も作って歌って、ね、男前の方、ね、うん、なんちゅう名前だったっけ。そう、すごい人気で、うん、まあ皆さんこれをワムが解散してからも感じかな、うん、うん、はい、あのバンドなんですね。譜面もともとは2人、うん、2人、譜面もねめっちゃ売れてますわ。でこれ100万枚超えヒットしたというね、当時ですよ、うん、でもねこれもね、うん、綺麗な曲です。なんかでも何を歌ってるかというとね、去年のクリスマスに彼女に振られはるんですよ。ほんでそのことをずっと引きずってる、もうじじくさいじじくさい男の話なんですよ。もう未練たらしい未練たらしい歌詞なの、うん、歌詞を日本語で読むと。でもねやっぱそういうちょっとこう悲しい、でも街はキラキラしてるみたいな、ね、そういうのがやっぱ受けてんのかな、まあ、これが一番私の知ってるの古いで、まあその次はあれですわ、マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、これも有名ですよね。聞いたら分かると思うんですけどポッと出てこないですね。あ、そうですか、はあ、ちょっと YouTube で聞いてみてください。これも誰でも知ってる定番かなと思います、はい、また声がねクリスマスソングっぽい、マライア・キャリーの、うん、でじゃ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 ーん、ナンバーワン1位を発表します、はい、ダントツ1位です。ダントツ1位はジョン・レノンのハッピークリスマスです。これを文句言う人があったらここへ来てくださいっていうぐらいに。え、ヒデさん知ってんの。ま、
聞いてみな分かんないですよね。 So this is Christmas and 潜り上がり方がいいですよね。あ、はい、っていうやつでした、はい、これを今日はちょっとだけ掘り下げたいと思います。でも僕一番じゃないですよ。え、違うんですか。はい、ショックなでベスト3に入りますか。入りそうですね。あ、よかった、はい、ちなみにじゃあ天の声さんの第1位はこれどうなんでしょうね。洋楽の、洋楽、まあよく聞いたのはサイモン・ド・ガーファンクルが歌っているサイレンナイト・ホーリーナイト、ニュースがバックで流れる。なるほど。とか、まあ、王道中の王道ですね、うん、とかやっぱりビング・クロスビーのホワイトクリスマス。あ、渋いとこ行きますね、はい、やっぱホテルとかでディナーショーやったらああいうのが来そうですねうん、ほんまの意味。あ、 だからその歌詞は全部わかんないので。あ、何を歌ってらっしゃる歌なのかちょっとわかんないんですけど、はい、うん、で、まあ、今回は申し訳ないこのジョン・レノンのハッピークリスマス、はい、これをどんだけみんなが知ってるかっていうことなんですよね。意味を、うん、意味を分かってほしい。これね、ハッピークリスマスやけど、括弧して戦争は終わったっていう題なんですよ。ハッピークリスマス、戦争は終わったって曲なんですよ。ああ、そうやったな、うん、で、このね、この曲が発売になったその年がベトナム戦争が勃発した時なんです。始まった時なんですよ。で、ジョン・レノンは望めばね、みんながね、戦争なんかやめようってみんなが望めば戦争は終わるんだよっていうメッセージをこれに込めあったんです。だから反戦歌です、はっきり言って。で、この曲聴いて知ってると思うけど、でなんって歌って子供たちがほら繰り返して歌う部分があるじゃないですか、うん、あそこは反戦を歌ってるんですよ、うん、この意味をよくよくね読んでいただけたら私はとっても嬉しいなと思うんですね。なんかほんまに短いんで繰り返してるから。何を言ってるかというとね、あ、クリスマスやってきたねって、うん、So is this Christmas? クリスマス来たね、いや今年はどんなことしたのみたいな、今年ももう終わるよね、新しい年が始まるんだねって、あ、クリスマス来たよ、君は楽しんでるといいな、君のそばにいる人もお年寄りも若者もみんなメリークリスマス、そして新年おめでとうって言うんですよ。この最後の部分が有名ですよね。ね、A very merry Christmas and happy new year っていうとこは有名ですよね。ほんでこの繰り返しのとこです、うん、クリスマスがやってきた、ほんな子供たちが合唱みたいに戦争は終わるよってあれ歌ってるんです。実は What is over って言ってますからね。で次は弱い人にも強い人にもってジョン・レノンが歌う。そして子供たちは If you forget it って言ってるでしょ。なみんながそれを望みさえすればねって、で止める人も貧しい人にも What is over って言ってる。戦いは戦争終わるよって、それをこう繰り返してるんですよ実は、うん、でみんなでみんなが願ったら戦争終わるよって、こんな濃い濃い歌なんですよ。で中にねいっぱい出てくるの For black and for white っていうとこあるんですね。これだから黒人も白人も For yellow and red ってこのアジア系も先住民もみんなこんな濃い単語が入ってるんですよ、うん、Let's stop at the fight、 みんな戦いをやめようと、でメリークリスマス、そして And Happy New Year、 いい年を祈ろう Without any fear です。誰もが幸せになるようにっていう歌なんです、はい、だから、まあ、ジョン・レノンらしいね歌なんですけど、なんかこういう気持ちで年の瀬を送るっていうのはなんか同感する。そこなんか似てるよね。だからさっきうわ、ひとりさくんジョン・レノンと同じ感覚してんやと思って、いやそれはないでしょそう思ってください。一曲作りますか。こういうねメッセージを込めた、いいですよね、うん、歌を。なのに聞いたらもうこれ以上綺麗なクリスマスソングはないっていうほど綺麗な曲です、うん、はい、っていうのでちょっと熱弁させていただきました、ありがとうございます、うん、そんな感じでクリスマスソングね、歌うなり作るなり聞くなり皆さんしてください。はい、じゃあどうしよう、先にじゃあ、次にもう一曲ね、デジギャの曲かけたいんです。と先ほどのこのワン
ていうアルバムの中に入っています。今日聴いていただけたのは人間の丘っていう曲です。ケーナが入っている曲なんですけども、今の、ジョン・レノンのこのクリスマスの曲にちょっと似た感じです。私の中では、はい、ぜひクリスマスソングやと思って聴いてみてください。デルタギャンズで人間の丘。聞いていただきました。人間の丘です。ちょっとみんなキューンとするでしょ。なんかね、ジョン・レノンさんの、ね、人類に警鐘を鳴らしたあの曲の感じに私の中でよく似てて、人間の愚かさをね歌ってる感じの曲です。はい、はい、それでは今年最後のメールをいきましょう。はい、はい、本当にね、ライダーマンさんいただきました。ありがとうございます。今回いただいた内容をね、もうね、すでにね、もうライダーマンさんは、投稿してきてくださる、
リスナーさんっていう立場もなくて、はい、このミュージックボックス の、 あのなんか主催者サイドのスタッフの一員のような立場で物事を考えてくださってるということが今日分かりました、はい、読みますよ、はい、いつも楽しく聞かさせていただいております。今年もあとわずか、いかがお過ごしでしょうか。今年も杉江をご愛顧賜り誠にありがとうございました。来年も杉江をよろしくお願いします。来年は今まで以上に改めましていただきます。どういうことやろお月様のようにおでこを手からして激しく勇ましくキラキラ手からしていく所存でございます。では今年最後の質問をさせていただきます。杉江さんのおでこがより手かる方法は次のうちどれでしょうか。お答えください。1つ目、汗。2つ目、スポットライト。3つ目、ファンデーション。4つ目、自民党頑張ろうコールより、頑張ろう頑張ろう頑張ろう、頑張れ日本、そして頑張れ杉江、杉江コールです。以上です。よろしくお願いします。はい、今年最後のね、熱いメッセージをいただきましたが、どうしましょうどうしましょう。ひでぞさん受けすぎですわ。面白いですか。めっちゃ分からんすよね。ひでぞさんに訳が分からん言われたらもう終わってますよ。もう最高な褒め言葉ですよそれ。ほんまに難しいわ。杉江さんね、まあご愛顧賜りありがとうございましたとご丁寧にお礼を言っていただきまして、こちらこそありがとうございました。で、来年は今まで以上に改めましていただきますということやな。これ素晴らしい言い回しですよね。これ言い回し素晴らしいと。ここに私は食いつきましたね。うん、好きですねこういうあの丁寧な言い方、大好きでございます。今年最後の挨拶に今まで以上に改めましていただきます、はい、ちょっと使わせてもらおうかな。これはねなかなかなもんです。はい、いいですねこういう丁寧な言い方ね、うん、意味の難しい丁寧な言い方、素敵です、素敵です、はい、はじゃあ、はい、おでこを手からす、どうしたらいいか、杉江さんの手からしてあげてください。汗なのか、スポットライトなのか、ファンデーションなのか、あとはまあコールで杉江さん頑張れっていうね、あの自民党がやってるみたいに、じゃあ勝利を目指して頑張る頑張る頑張る、だいたい口パクパクしてありますよね。全然声出してませんよね私いつもあんた喋ってんやろって突っ込んでるんですけど、あんな感じで杉江さんを応援コールする、頑張れ杉江、杉江コール、うん、杉江頑張れ杉江頑張れ、これの4つのうちどれをしてあげたら杉江さんのおでこがテカるでしょうかってことです、はい、難しいよ。私は決まりましたね。そうですか、はい、じゃあ天の声さんから言ってもらおう。あ、よろしいですか。じゃあ天の声さんどうぞ。もう一番ラッキーな一番でいいですか。ラッキーな一番をクリスマスプレゼントをさせてあげましょう。ありがとうございます、はいはい、私はもうこれはもうね、はい、もう決めました。どうですか。スポットライトですあれそこ行きますか、ちょっと解説もしていただけたら嬉しい。来年はですね、はい、もうスポットライトでおでこを手からすだけじゃなく、はい、本当にスポットライトを浴びてほしい。なるほど、さすがプロデューサーは考えることが違いますね。なんとかね、ここへ来てスポットライト浴びていただこう。スタジオのここへ来てですか、うん、まあ、それでもいいんですけどね、まあ、YouTube デビューというのもいいですけどね。なるほどね、うん、杉江さんついに YouTube デビューした。本当のスポットライトをね、なるほど、おでこだけじゃなく、なるほどね、はい、全世界に。やりましたね杉江さん、ついに。はい、それが私の答えでございます。はい、はい、ということでありがたいお言葉を天の声さんからいただきましたスポットライトでございます。じゃじゃーん。なんか今日ひでぞ君難しい困ってるから私行こうかな。じゃあどうしよう。あ、でもまあいいわ、やっぱり年寄りがね、大変なことは引き受けなあかん、分かってるんです。はい、じゃあわがままな私が最後引き受けますので、心置きなくひでぞうさん好きなものを選んでいただいたら結構でございます。どうぞ。私は、はい、コールです。杉江コール、はい、杉江コール、まあ、ちょっと想像しただけで、うん、
すごくいいです。商品化できそうな感じで、杉江コールしてあげたら杉江さんのおでこはテカってる感じは見えますか？いいです、見えますね。いいですね。なるほどね。ちょっと一回やってみてあげてもらっていいですか？ちょっと待って、リマーク入れるね。はい、ちょっと一回やってみてください。お願いします。どうぞ。はい、杉江さん、杉江さんこんな感じでいいんですかね？そういうことですね。多分ね、これ杉江さんは多分むっちゃ受けて喜んでくれてはると思う。杉江さん良かったでしょ？頑張れ杉江じゃないんや。ほんまや。頑張ろう。じゃ杉江さん頑張ろう頑張ろうって言わなあかんのかと私は思ってましたけど、あでも今ので全然良かったんじゃない？面白いです。いや今のでいいと思いますけどね。はい。じゃあ私も発表させていただきます。これはあの別に何も深い意味を考えずに、消去法でいきました、はい、汗はあかんでしょう、汚いし、ね、でなんかファンデーションでテカらすっておかしいよね。ファンデーションテカリを抑えるもんですからね。でスポットライト、テカるっていう感じじゃないね。私の中ではスポットライトは浴びるって感じなので、スポットライトでテカるっていうのはおかしいと思うんですよね。それでやっぱり杉江さん結構シャイな人だと思うんですよ、ね、だから頑張ろう杉江さん頑張ろうってみんなが言ったら、きっともうあまりにも恥ずかしいというか申し訳ないというか照れでもう汗かい、それこそ自分からテカテカってなってきてしまわって、めっちゃテカらはるんじゃないかなと。だからもうやめてください、もう結構です、ありがとうございますってもう土下座するぐらいまで頑張ろう杉江さん頑張ろうって言い続けてあげるのが一番いいんじゃないかと私は思いました。ということでちょっと意味は違いましたが、杉江コールです。イエイ、はい、杉江さん、あ杉江さんちゃうこれね、杉江さんじゃないんですよ、ライダーマンさんなんですよ。ライダーマンさんが杉江さんのことを言ってはるだけのことですからね。じゃあライダーマンさん、来年もぜひどうぞよろしくお願いいたしますということで、はい、今年も無事終わりました、はい、来年もっとね、いい年にしたいと思いますので、はい、手蔵くん頑張れますか？大丈夫です。本当ですか？もう来なくていいってね言われたらもう諦めなしゃあないけど ね、まあまあね、はい、来週来なくていいですよっていうメールが入らへん限り、はい、入るんやいつ何時やるかわからんと思って私はメッセンジャーを開くときドキドキしながら開いています、はいはい、それが来るまでは、はい、私ですか、はい、天の声さんからメールでは言いません。あそうですか、なんか呼び出されたらもっと怖いな。すいません、そういう怖いことはメールでお願いします。はい、というのがあらへん限りはね、はい、遠回しに言われてても気づかへんを披露しながら、はい、はっきり言われへん限りはもういいですと言われへん限りは来ます、はい、続けさせていただきたいと思います、はいはい、ますますちょっと頑張っていろんな話ができるようにね、うん、来年頑張ろう。ちょっとはこう そうですね、もうちょっとこう格好も考えたり言葉も勉強したり、うん、そうね、したいですね。ちょっと飾り付けしたりとかね、はい、お前やったら今日ちょっとこの辺チカチカしなあかんよね。そういうサービス精神もちょっとやりましょう、ね、はい、はい、ということで今年もどうもありがとうございました。今年最後にかけさせていただきますのは、毎年必ずこれで終わっております、テッツ・ザ・ギャンズのシンタ君が歌っているあクリスマスソングで今年も締めたいと思います、はい、皆さん楽しいクリスマスをお過ごしになって、いい年末をお過ごしになって、いい年を迎えてください。はい、じゃあ今年もありがとうございました。ありがとうございます。クリスマスソング聴いてください。バイバーイ。